あーどうでーす。どうでーす。こんばんは。どうでーす。いや、ついにこの日が来たね。人生で一番幸せな瞬間だよ。俺にとってもみんなにとっても幸せな瞬間。なんとね、今年、つうか今月、今日で、ね、25歳になりました、俺。25歳にね。なりましたわ。25歳です。はい。ぶっちゃけね、まあ、今までね、いろいろとこ来たけど、なんだかんだ言ってね、まあ、健康にね、生きていくたんで、これからもね、はい。生きていきます。頑張って。ちなみに、みんなからしても25歳に見えます？みんな。ねえ。25歳に見えるみんなからして。何歳ぐらい見える？初めて見る人は。俺よく40代と間違われるからさ。よくね、40代と間違われるから。よくね、間違われるんで。プレゼント開封、プレゼント開封しますわ。なんと今日ね、ケーキが届きました。ケーキが届いた。コブガールくん、去年送ってくれた、コブガールくんがまた今年も送ってくれた。プレス4をね、くれたんで、リスナーくんが。ありがとうございます。はい。リスナーくんがくれたんで、はい。新品です。新品。ケーキ見せる。開かないな。ケーキが開かない。ちょ、待って、開かない。開いた。ほら、やっぱり。ケーキだ、ほら。ケーキ。でもこれ、ろうそく、これ6本しかない。6本ってことは、俺6歳ってことなのかな。6歳ってことは、6歳ってことなのかな、俺って。ろうそく6本しかないよ。6歳もしかして。待って！ガチやん。これ、ねえ。あゆみちゃん、あゆみちゃんからの誕生日プレゼント。これって何？化粧水？変わんなくないでもそんな。モニターも消せ？じゃあモニター消すわ。待って。じゃあ画面消してみていい？画面。これあったらいいんだね。なんか変わんないじゃん。肌が痛い。ピリピリする。いや、あとなんか届いたわ。ちょっと見せるわ。宝石？なんか包まれてる。なんか届いたの、この箱。何なんだろうね、この箱は。何これ？これ何？これブランド品？なんか英語で書いてある。俺の名前書いてあるの？近藤正孝って。ちゃんと手作りだし、しかも。パンツだ。ちゃんと、ほら、見て、ほら、しっかり。近藤正孝って書いてある。あとなんかね、これ何これ？化粧品が入ってる。何これ？育毛剤？育毛剤なの？これって。育毛剤なの？じゃ、着てみるか。あとなんか、ぬいぐるみか。パジャマ着るか。
こうやって。1万円が。